皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、仮面夫婦だと思う芸能人夫婦は、という内容です。では、早速見ていきましょう。30位は、向井理、国中涼子。みんなの意見はこちら。あまりテレビで結婚している話を聞かないので、ラブラブな感じが伝わってこないから、一緒に共演しているイメージもない。29位は、桜井和俊、吉野美香。みんなの意見はこちら。不倫だし、格差婚だし、お金のために一緒にいそう。息子はテレビ出てるから違うかもしれませんが、奥さんは嫌いです。28位は、松田翔太、秋元梢。みんなの意見はこちら。マスコミに取り上げられることがあまりないため、奥様の方はお仕事の様子もよくわからないので、勝手なイメージで実態がつかめないお二人だと思う。27位は、森田剛、宮沢りえ。みんなの意見はこちら。二人ともそれぞれの個性が強く、あまり一緒にいるイメージがつかないため、また、夫婦でメディアに出ることもほとんどないため。26位は、中尾明慶、仲里依紗。みんなの意見はこちら。仲里依紗の YouTube を見ていて、仮面夫婦みたいに見える時がある。子供がいるから、一緒にいる感じがする。25位は、有吉弘行、夏目未久。みんなの意見はこちら。ネットニュースで仲良く買い物している姿が映ってましたが、なんだか別れるような気がします。子供もできたばかりですが、結婚前、うやむやになった問題があったはず。その時は、交際を否定していたはず。諸事情があるにせよ、夏目さんの心にはわだかまりがあるはず、なんて思います。ふりをしている、幸せになろうとしている、という風に見えてしまいます。24位は、林遣都、大島優子。みんなの意見はこちら。林遣都から、家庭の気配を全く感じないのと、大島優子も、結婚前のように元気ではつらつとしていない気がする。23位は、山里亮太、蒼井優。みんなの意見はこちら。特に仲良くないと思うし、世間体を気にしていて、付き合っているのかなと思います。愛がないのかなと思っています。朝の情報番組などで、やたらにうちの奥さんはと、意気揚々に話をしているが、生放送や舞台など、かなり忙しくしているので、夫婦らしいことができているような感じがしない。22位は、上戸彩、エグザイル、ヒロ。みんなの意見はこちら。年齢も離れているし、結婚した時から、なぜこの人と、と思っていたし、仲睦まじい写真があったけど、仲良しアピールするために、わざと撮らせたんじゃないかと思った。子はかすがいになっていそうな気がする。結婚当初から、上戸彩さん一人で頑張って、家庭を守っているイメージで、ヒロさんの家庭的な部分が、全く見えないから。21位は、大貫亜美、パフィータールグレー。みんなの意見はこちら。バンドブームの時に、あまり実力がない人でも売れていました。あまり実力がないけど、売れて調子に乗っていた二人がくっついたというイメージです。お二人ともプライベートのイメージがつかないので、生活感がないので、ご夫婦というより、同業の仲良しという印象がある。20位は、日村勇紀、神田愛花。みんなの意見はこちら。お互いに、個性が強いし、年末年始は、別々で過ごすという話も聞いて、本当は仲が良くはないのかな、という印象を受けました。奥さん側に良いイメージがないので、単なる思い込みですが、旦那さんが呆れて、一歩引いていそう。プロフェッショナル感があるので、円満を完璧に演技していそう。19位は、高弘、武井咲。みんなの意見はこちら。美男美女すぎて、お互いに別の相手がいそう。お互いに好き放題やって、世間的的に別れてないような感じがしてしまう。結婚前に、バラエティで高弘の亭主関白な面を垣間見たことがあり、顔で選んだ二人は、今頃大丈夫なのかと、勝手に思っている。双方に交際の噂があった中で、結婚のタイミングに違和感があり、どのような夫婦生活となっているのか、知らされない点が多いと感じるから。18位は、吉井和也、真鍋香織。みんなの意見はこちら。夫婦は似てくるというが、むしろ雰囲気が真逆のように感じられるし、真鍋香織は、コメンテーターをよくやっているが、夫の話をしていた記憶がない。真鍋香織が、ママドル路線をアピールしたいので、仮面夫婦のように感じます。夫婦での共演があまりないように思うからです。なんとなくだけど、出来婚だったし、吉井和也は、前の奥さんとの間に、4人子供がいたらしいから、5歳は大変そう。17位は、山本浩二、堀北真希。みんなの意見はこちら。山本さんのプロポーズに押されて、堀北さんが仕方なく結婚したような印象が強く、夫婦仲がとても冷たく思えてしまいます。表向きだけ、円満アピールをしているようで、幸せそうには感じられません。
堀北真希さんに比べて山本浩二の気持ち悪さがどうにも仮面夫婦に感じてしまう。また夫婦仲がいいエピソードを聞かないから交際で過婚とのことで相手のことあまりわからず結婚してしまったんじゃないかな。若さの勢いでその後メディアに出ないからわからないけど実はいろいろ不満溜まっていそう。16位は小栗旬、山田優。みんなの意見はこちら。小栗旬はドラマや映画などで共演した方などと不倫をしているのではないかという報道を見かけたことがあるから、一昔前は話題も出ていた気がするけど、最近はめっきり聞かなくなった。小栗さんは忙しそうだし、家庭的なイメージもないため、結婚前から小栗旬の女遊びの派手さは聞こえていたし、小栗旬なら今からでも山田優じゃない女性を選ぶのも可能な気がする。15位は杉浦太陽辻希美。みんなの意見はこちら。夫婦での活動が多いのでどうしても私生活でも仮面の割合が高くなりそう。お子さんも多いので仲のいい時期も長い感じもありますが、どうしてもイメージを背負ってしまうときつくなってきそう。 YouTube などでラブラブっぷりを見せつけているようだが、実はビジネス夫婦っぽさを感じる。夫婦仲が良くないと仕事にならないから、夫婦で仕事をすることが多いというイメージがあり、ビジネスの関係になっているのではないかと思ったためです。14位は田中哲司仲間由紀恵。みんなの意見はこちら。旦那さんを自由に野放ししているように見えてもう見限っていそう。子供のために波風立ててないような気がしてしまう。浮気報道を見たことがあります。どちらもクールな印象があるので仲良く笑顔で暮らしている想像がつきません。仲間さんは恋愛下手な感じがするので、浮気夫にじっと我慢して子育てや何かを犠牲にしているのではないかと妄想してしまいます。田中哲司が数年前に浮気で報道されていたので、仲間由紀恵なら十分シングルマザーでやっていけそうだし、愛想をつかされてそうな気がする。13位はハイドラーセンシル、大石めぐみ。みんなの意見はこちら。ハイドさんは超人気バンドのボーカリストでかなりの遊び人のイメージで、結婚後の私生活がメディアに出ていないので仮面夫婦だと思う。もしかしたら離婚しているのかもしれないとも思う。結婚してから夫婦の話題をあまり聞かないし、奥さんは浪費家と聞いたことがあるからきっと愛想を尽かしていると思う。ハイドさんが大石さんのファンで結婚したという過程を知っているが、年齢を重ねるにつれてハイドさんが他の女性に目移りしていそうな気がする。大石さんは綺麗で、ハイドの一目惚れで歌番という番組で出会ったようですが、ハイドが遊び人っぽいのでお金だけのために夫婦生活を続けていそう。12位は瑛太木村カエラ。みんなの意見はこちら。仮面というよりお互いに対してごくあっさりとした興味しかなさそう。どちらも芸術家タイプでドメスティックなことに執着がなく淡々としていそう。どちらも結婚している感がなく、家庭の話をテレビでも話すこともないので、二人が夫婦であることも知らない人がいるのではと思うから、どちらもこだわりが強そうで、衝突が多そうなイメージがある。プライベートを切り売りするタイプでもないと思う。あまりお互いのことを大切にしている印象がなく、形だけ保っているのかなと感じます。仲も良くないのかなと思っています。11位は秋元康、高井真美子。みんなの意見はこちら。単純に自分とこの商品に手をつけたイメージ。おそらく秋元康の方が飽きているのではないかと勝手ながら想像しています。秋元さんあれだけ多岐にわたる仕事をされていて、周りに女性も多そうだし、お金もあるだろうし、家に帰ってるのかな。仮面夫婦であってもでしょうねと納得してしまう。結婚生活も長いと思うし、奥さんもメディアに出ていないのでという理由。秋元さんが多忙すぎて家にはいなさそう。二人とも常に仮面で生きてる印象があって、お似合いといえばお似合いですが、仮面と仮面の夫婦はまるで能舞台。10位は星野源、新垣結衣。みんなの意見はこちら。最近世間を賑わせる事案が発生したから、最初の頃は結婚にまつわるエピソードが本人の口から出ていたため素敵な二人だと思っていた。急なビッグニュースだったために、どれだけの交際期間だったかなど不透明な点が多く、様々な逆風も吹いていると感じるから、誰その一件を強力に叩きのめした件で逆に疑いを持ってしまった感じです。普通に仲良さそうでもありますが、二人ともタレントとしてのイメージがきっちりしているためか、あまり夫婦ネタを面に出してこない点もそれを助長しているかもしれません。ドラマがヒットして人気絶頂だった二人がくっついたというイメージです。話題の二人がくっつくことで人気が継続するという効果を狙ったのではと疑ってしまいます。
9位は浜口勝、南明奈。みんなの意見はこちら。南明奈さんの方が旦那さんのことを好きではない感じがします。好きな気持ちが伝わってこないので無理やり結婚したように見えてしまう。何かの番組で奥さんよりも年収が低いというのを見て、年収が低いのが悪いことではないが金銭面で奥さんに頼っているのかなと感じたため、南アッキーナはとても美しいアイドルでありながらお笑い芸人と結婚してしまった。テレビで活躍している芸人ならいいが、そうではないのでこれからきっと彼女が支えていく必要があるのでは。奥さんに負担をかけていそう。奥さんばかりが仕事をして家族を支えていそうな感じがするからです。もっともっとバカになってがむしゃらに家族を支えていってほしいです。8位は山本圭一、元 AKB 西野未姫。みんなの意見はこちら。あまりにも興味のない人同士だったのでお互いを話題や注目を集めるのに利用していそう。思いやり感じが見受けられない。共通点はあると思うのですが、年齢差がありすぎてどうしても仕事につなげる意味があったりするのではないかと考えてしまいました。西野未姫は気が強いので旦那さんに文句ばかり言っていそう。その結果喧嘩になって婚育児もしていてイラついてるだろうし仲が悪くなってそう。一種の話題作りとしての結婚だったのかなという気がしてならないので仮面夫婦なのかなと思いました。バラエティ番組のネタ用かなと感じました。やはり夫側に問題があるように感じる。なぜか結婚したけどなんとなく別れないだけなのではないかと思う。タイミングがあるのかもしれない。7位は東山紀之、木村佳乃。みんなの意見はこちら。木村佳乃さんは非常に頑張っていらっしゃると思いますが、あまり家族らしさを感じないというか夫のモラハラ感もあって仮面夫婦のように感じます。東山さんはいろいろ噂があり女性と結婚するとは思わなかった。仕事の影響を考えて二人でいる姿をあまり見ない気がする。本当に結婚しているようには思えない。あまり家庭の話を旦那からはあまり聞いたことがなく、仲が良いのかがよくわからないというところと、家族に対して優しいという印象があまりない点で仮面夫婦に感じます。東山紀之、木村佳乃という芸能界では大成功している夫婦ですが、お互いにプライドも高く、どちらも譲らない気がするので、仮面夫婦ではないでしょうか。東山さんはジャニーズの件で、木村さんはドラマ等ですれ違いの生活を送っていそう。テレビで家庭の話を聞かない。6位は劇団一人大沢あかね。みんなの意見はこちら。奥さんがあれだけ派手にメディアで旦那の愚痴を言っておいて、夫婦仲良くできるはずがない。普通だったら絶対に離婚すると思うが、無理して一緒にいるように思う。旦那は自分の好きなことにばかりお金を使っているイメージで、家族をあまり大事にしていないのではと思っていて、仲良く見えているのは表面上だけのように感じます。いろいろ噂があったので落ち着いているのが不思議。嫌いではないし失敗してほしいとも思わないが、うまくいっていると思えない。この二人の夫婦生活が想像できない。なんとなくこの二人が夫婦ということがピンとこない。テレビで見ている性格がそのままなら、とても大沢あかね相手に夫婦生活を続ける気になれない。自分だったら無理だと思ってしまう。わかりにくいと思うが、番組内で時々劇団ひとりさんがサイコパスなシーンがあるため、長く続かないと思ってしまったため。5位は片岡愛之助、藤原紀香。みんなの意見はこちら。もともと藤原紀香は愛人業だったと認識しているので、閉鎖的なジャンルの人との結婚には疑問符がついた。お互いにメリットはあるだろうが、心のつながりはないように感じる。歌舞伎俳優と女優が話題作りのために無理やり結婚した雰囲気が強く、テレビ番組の中でもお互いにあまり相手のことを言いたくなさそうに感じます。二人とも互いに色々あって結婚に至り、すでに愛情などはなく、お家柄などの理由で結婚生活を続けている状態なのではないかと思う。藤原紀香さんは自分のイメージではとても自分中心、自分が前に出ることしか考えていない人のように感じているので、梨園の妻として裏側に回ることで我慢できる人ではないように思い、夫婦でいることで何かのメリットがあるから一緒にいるんではないかと思っている。これは梨園の御曹司の妻としてのネームバリューにすがりついた藤原と、その魂胆を十分分かった上で結婚したラブリンだと思う。これからも浮気三昧いたします。だって歌舞伎役者だからね、という冷めたカップル。片岡愛之助さんの浮気や不倫疑惑があったり、二人とも好き勝手やってそうなイメージです。藤原紀香さんが夫の話をあまりしない印象です。4位は峯岸みなみ。
東海オンエア別やみんなの意見はこちら。結婚当初に同居しないと宣言していたので、世間体結婚した感じが否めないし、どちらも自分が大事で、思いやっているようには見えないから、どちらも忙しすぎて、一緒にいる時間も取れないと思うし、一緒に出演しているのを見ても、どことなく、うさんくさいビジネスカップルのような感じが漂っていて、実際に一緒に住んでいないのではないかとも思っている。一時の話題作りのように、感じてしまうような動画が、たびたび見られるから、また、諸事情があるだろうが同居していないと、そう感じてしまう。仲がいいようには全く見えず、お互いに他者を大切にするような姿勢が、一切見られないから、自分のことしか考えていなそうなため、ここの時間をすごい楽しんでたりしそう。お互いにあまり干渉しないとか、いろんなこと決めてそうなイメージがある。あまり二人のことを知らないけど、それでも他の芸能人夫婦は、テレビ越しでも、ああ好き同士なんだなと思うことがありますが、この二人は、本当に好き同士なのかと思う場面が、何回かあったから。3位は、工藤静香木村拓哉。みんなの意見はこちら。どうしても二人が一緒にいるイメージがつかず、あまりメディアにも夫婦で出ることも少ないため、仮面夫婦の印象がある。工藤静香の、ここ数年での劣化や、メディアでの騒がれている様子などを考えると、仮面夫婦なのではないかと思う。報道などで、あまり仲が良くないのだろうな、という印象を受けました。最近、工藤静香さんは、芸能活動する様子も多いので、自分の時間を楽しむ余裕が生まれてきたのかな、という印象もあります。インスタグラムでの振る舞いが、わざとらしく感じてしまう。娘も、七光で押し出しているが、本当に家族仲がいいのかわからない。SNS では、仲が良さそうなアピールをしていますが、良い夫良い妻を演じているようにしか見えない。仕事のために演じている。結婚して長いのと、最近不仲が騒がれ出してから、余計に仲良しアピールをして、作ろうようなことをし始めているから、どちらもプライドが高そうで、あまり相性がいいように思わない。プライドが高いがゆえに、仲の良い夫婦を演じてそう。最初は好きで結婚した、工藤静香木村拓哉ですが、子供の教育方針に関しても、かなり意見の相違があると聞いているので、仮面夫婦のような気がします。2位は、ヒロミ松本伊代。みんなの意見はこちら。旦那のヒロミさんの浮気があり、離婚するかと思いましたが、そのまま夫婦関係を継続。本人たちはどうなのか不明ですが、そうであるべきという気持ちが強い。よくそんな状態で、ママとテレビで呼べるなと思う。正直イメージは悪い。ある程度結婚してからの旦那さんの浮気は、普通の奥さんだったら、夫婦でいるのが耐えられないと思うのに。別れることもなく、夫婦でいることが不思議だから、ヒロミのスキャンダルにも耐えて、離婚もせず頑張っているようですが、そこが怪しいと思いました。ヒロミの好感度戦略ではないかと思います。そのうち、離婚しそう、奥さんが振り回されていそう、ヒロミの不倫のことがあって、夫婦関係を続けられているのか疑問。立場上、二人でメディアに出ることもないだろうから、仲良し夫婦というイメージはつかない。とても仲がいいという意見も聞くが、見ていて気持ち悪ささえ感じる。わざとらしい、仮面夫婦であってほしいとの願望があります。もう奥さんは、芸能人と呼んでいいか、わからないほど、ポンコツなので、露出してほしくない。旦那も性格が最悪、世間の評判はどうか知らないが、うまくやっているとは思えない。なぜ別れないのか、不思議。ヒロミのスキャンダルを経て、今まで通りの関係性を築くのは、一般人でも、非常に難しいから、世間体を気にして、離婚していないだけだと感じる。パパママ劇場が白々しい、あれだけやられると、実際は仲良くないんじゃないかと、思わざるを得ない。普段からあれなら気持ち悪い。ヒロミさんの不倫騒動もあったので、家庭内は冷え切っている気がする。テレビ向けにポーズは取っているのだと思うが、1位は、渡部健佐々木希美。みんなの意見はこちら。多目的トイレの一件から、仲睦まじい夫婦にまで修復できているとは、到底思えないため、現在は仮面夫婦ではないかと感じています。これは希望込み、あれだけしょうもないことをやらかした、女性にだらしない男には、愛想つかせていてほしい。それくらい不快な報道だった。ご主人があんな事件を起こしたのに、離婚せず夫婦を続けているというのが、自分には理解できず、何かしら一緒にいることで得する部分があって、仮面夫婦でいるように思えてしまう。むしろ、仮面夫婦であってほしいとさえ思う二人、あれだけの問題を起こした旦那に愛情があったら、頭おかしいと思わざるを得ない。佐々木希美は、かなり無理しているように思いました。離婚したくても、ステータスに影響するから、離婚せずにいる感じ。渡部さんの不倫騒動があったので、それでも仲良く夫婦としてやっていけるとは思えないので、
仮面夫婦ではないかと思います。渡部さんのスキャンダルが発覚してから離婚するかと思ったが、離婚はしていないようだが、離婚すると佐々木希さんのイメージダウンになると思うので、あえて離婚せずにいるのだと思うと仮面夫婦の印象が強い。あれだけのスキャンダルがありながらそのまま何事もなかったように一緒にいる二人の問題ではあるが、不思議で仕方ない。本当は何か佐々木希側にも問題があり、バレる影響を考え未だに夫婦を装っているのかと考えられる。渡部健のスキャンダルが発生して以降、夫婦仲は決して良くないと思う。子供のために離婚していないと思われるので、子供がいなかったら離婚していた可能性が高い。渡部健さんと佐々木希さん、渡部さんの不倫報道があった際に女性と関係を持つことが常習になっていたと語られていたので、今の結婚生活に愛があるのか疑問なため、以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。